んよ、本当に。トランスで入ってくるんじゃないってのに。追い出してしまえばいいじゃないか。でも、いくら追い出したってすぐ前に戻ってくるんでございますもの。やだね。あ、猫猫。朝っぱらからもう何度もやってくるんでございますよ。困った猫だね。どうしたんだ。猫が迷い込んできたんですって。猫置いてやればいいじゃないか。嫌ですよ、猫なんか。あなたったらまたいつもの気まぐれでそんなこと言って。バカ野郎。だいたいあなたっていう人は気まぐれが強すぎますよ。うるさい。俺は今重大な勉強してるんだ。何の勉強だか。ちゃんと昼寝でもなったらいいでしょ。バカ野郎。これは平の宗盛にて候。これは平の宗盛にて候。ん？おい。何です？鼻毛にも白髪があるもんだぞ。バカバカしい。本当にあなたったら。平の宗盛にて候。これは平の宗盛。あ、先生いますか。はっ。どうも、はばかりさん。はい、ドイツ軍東部戦線にて大勝利。ロシア軍総退却開始セリカ。カイゼルだいぶやってますね。あなた、メーテーさんがお見えになりましたよ。どうだ、相変わらずかい。うん、今は忙しいんだ。忙しい。あ、そう。うん。あ、奥さん。はい。あのね、卵を一つくれませんか。卵でございますか。いや、ここへ来る途中で蕎麦をあつらえたんですがね。君もずうずうしい男だな。無断で蕎麦をあつらえたのがそんなにずうずうしいかね。それはそうと、今日はね、一大珍宝を携えてきたんだがね。君の珍宝も当てにはならんよ。また土地綿棒の類だろう。いや、今日のはまさに大珍宝大報告だよ。うん。パリの真っ只中に突如、ドイツの42、3地の砲弾が落下したよりもね、もっと重大事件だよ。なんだい、そりゃ。寛月君がね、恋をしてるんだよ。寛月は恋を？なる。ね？東鉄霊理の科学者たる寛月君が恋をするなんて、けだし珍中の珍だろう。どうだい？本当かね？いや、君らはどうも当てにならん。いや、今度だけは大いに当てにしてもらいたいね。お待ちどうさまでした。奥さん、ちょっと今日は一つね、このお蕎麦の食い方をご覧に入れます。
このそばの食い方にもいろいろ流儀がありますがね。へえ。この初心のものに限ってこのおつゆをですね、むやみにたくさんつけちゃこの口の中でくちゃくちゃや、それじゃそばの味がないですよ。君、その卵はどうするんだね。これは今日は模範的食い方を示すんだから使用せんことにする。おい君、そんなにたくさんわさび入れちゃ君辛いぜ。冗談言っちゃいかん。君、そばというものはわさびとつゆで食うものなんだ。多分君はそば嫌いだろ。俺はうどんの方が好きだ。あ、うどんはあれはね、孫が食うもんだ。そばの味を海鮮とはあわれんべきもんだな。俺はちっとも困らない。でね、奥さん、このそばというものは噛んじゃいかんですよ。こういうふうにこのこう、こう、長いやつをですな、これをほんの3分の1ばかりおつゆにつけて一息にこれ飲んじまうところ、いいですか。そう、その喉をツルツルっと通るところがこれがその値打ちですからね。こういうふうにこの、まあお蕎麦を食べるんだって楽じゃありませんわね。もちろんですよ。それよりも君、寛月君が恋をしてるとかって、あの話は一体どうなったんだね。それそのね、相手というのは猿大家の御令嬢でね、うん、でその、そもそも事の慣れ初めはだね、寛月君猿ところの猿梅見の縁へ招かれたと思いたまえ。するとここに阿部博士夫人なる者がいてね、これが寛月君に霊楼玉のごとき女性を引き合わしたわけなんだ。こちらは当今まれに見る草創学者水島寛月さん。こちらがかよかよしかじかのご令嬢何の君ってな風にだな。何しろ売り込みがいい上に寛月の男っぷりがいいとくるもんだから、ご令嬢もにひからずや思いけん、物腰不正に媚びをたたえてもてなしただろうと思うんだがね。さて一方、ここにまた例の詩人越智東風なる人物もご令嬢にぽーっと来ているんだ。何しろ情熱を売り物の詩人だからぽーっと来方も激しいやね。月並みのポーじゃない、土地面ポーぐらいのポーなんだ。団子と言わずに先を急ぎたまえ。先を急げったってポーなるが家にポーじゃないか。それでどっちが令嬢を射止めたんだね。それはまだわからないんだ。これが昨日の話だからね。君はそれを寛月から聞いたのか。いや、冷静なる科学者が卑しくもそんな話をするもんか。要するに僕の想像さ。なんだ、君の想像か。バカバカしい。私のこの草薙一片の身体詩を当屋の明星に捧げたいと思います。軍事でくんずる氷に君の霊感創始の煙たなびき、おー我あー我からきこの世に甘く得てしか熱き口づけ。
今のお詩はいかがでした？なんだか大変結構だと思いましたわ。はあ、そうですか。はあ、そうですか。どんな風にお感じでした？素敵でしたわ。はあ。私は、あなたの前に出ると、一種の勘に打たれて、当分のうちは詩を作っても歌を詠んでも情が乗ってくるんです。これがインスピレーションというもんです。寛月さんがお帰りになりますって。水島さん、私の自動車でお送りいたしましょうか。ああ。まあ、お嬢様、自動車でいらしたんでございますか？この間買ったもんですから。自動車って本当にお早いんでございますわね。本郷の宅まで、たった半時間しかかからないんでございますのよ。向島から本郷までたった半時間でね。本当にね。僕は、とてもブラブラ歩いて帰りますから、失礼します。あの方は学者ですから、何か考え事でも遊ばすんでございましょう。どうしたんだ。大きなハゲがあるじゃないか。女には誰にだってありますわよ。けしからん。そんならどうして嫁に来るとき頭を見せなかったんだ。バカバカしい。どこの国に頭の試験をしてお嫁に行くなんてあるもんですか。だから女は嫌いだって言うんだ。俺が今日発見しなかったら一生ごまかしてしまうつもりだろ。女って言うとろくなやつはない。アリストートルはこう言ったのを知ってるか。女はどうせろくでなしになれば、嫁を取るならば大きな嫁より小さな嫁を取るべし。なぜかならば、大きなろくでなしより小さなろくでなしの方が災い少ないとは言えない。どうだ？そんなこと知りませんよ。ピタゴラスいわく、天下に三つの恐るべきものあり。いわく火、いわく水、いわく女。どうだ？ええ、私なんかどうせろくでなしのポータルですよ。なんて言うとすぐあんたは誰々がこう言った誰々が言ったって私を蹴らす。一体あなたなんかひねくれの意地悪なんだから。俺のどこがひねくれてる？ハゲてんのは私の頭だからどうだっていいじゃありませんか。どうだっていいことはないよ。俺はそういうことを言う少年が嫌いなんだ。言えよ。先生、どうもご無沙汰しました。おや、君は歯をどうしたね。ええ、実は先日あるところで椎茸を食べてポロッと折ったんです。椎茸？椎茸で羽織るなんざ艶消しだね。それじゃあ俳句にはなるかもしらんが恋にはならんね。なりませんか。うん、残念ですね。そういえば君は近頃恋をしてたじゃないか。ええ、いや私の方は別に恋をしてるつもりはないんですが、先方で勝手にそう思ってるんでしょう。先方ってのは誰だ？いや、まあそれはおっきにならん方がいいでしょう。部屋に気を持たせるね。
すべてあいあいぜんとしてまいまいぜんたるかなでやるつもりかね。いえ、お話してもいいんですが、それについて先日不思議なことがあったんです。その霊場とバイオリンの合奏を去るところでありましたが、その帰り道霊場との同道を断って、一人でとぼとぼと向こう島の土手を歩きながら考えました。あの綺麗な霊場のせっかくの申し出を断ったと思うと、実に非可落葉の感慨で胸がいっぱいになってしまって、ただ早々として朗々という形で東橋へ来かかったのです。黒い水が固まって動いています。すると遥か川上の方で私の名を呼ぶものがあるのです。気のせいに違いないと一足二足歩き出すと、またかすかな声で名を呼ぶのです。三度目に呼ばれた時には川の底から出るようですが、紛れもなくその霊場の声なんでしょ。私は思わずはいと返事をしました。その時私はあの声のところへ行きたいという気がムラムラと起こりました。今すぐ行きますと答えて、この水の下だなと思いながら欄干の上に乗りました。するとまた流れの下から哀れに呼ぶ声がしたので、ここだなと思って一旦飛び上がっておいて、小石かなんぞのように未練なく落ちてしまいました。とうとう飛び込んだかね。そこまで行こうとは思わなかったな。しばらくして気がついてみると何にも変わったところはない。これは変だと見回すと驚きましたね、うん、水の中に飛び込むつもりが間違えて橋の真ん中に落ちたんです。え？いや、その時は実に残念でした。これは面白いね。そう来なけりゃ嘘だよ。君もメイティと付き合ってから人を担ぐことを覚えたね。いえ、それよりも先生にぜひ聞いていただきたいことがあるんです。いや、もうたくさんだ。あのね、丹月君は明日理学協会で演説をするんでね、その演説の稽古を僕たちに聞いてもらいたいと言うんだよ。勝手にやったらいいじゃないか。ではお言葉に甘えてやらせていただきます。稽古ですからどうぞご遠慮なくご批評願います。演題は首くくりの力学といたします。あ、首くくりの力学か。なるほど、首くくりの力学は脱読長文でいいが、もう少し景気のいい題目はないかい。いや、これは私の研究題目ですから変えるわけにはいきません。いきませんかね。じゃあやりたまえ。本来ならば科学的に詳細にやるべきですが、それではご迷惑であらっしゃいましょうから。ちょっと待った。あらっしゃいましょうよりいらっしゃいましょうの方が聞きいいよ君。ねえ、くしゃみ。どっちだって同じだよ。さて、本題に入りまして、弁じます。弁じますはいかんや。講釈師の言葉だ。もっと上品に願いたいね。弁じますが下品なら何て言ったらいいんでしょう。冠無理だな。むっとして弁じましたる柳かな。こんな野人間に構わないでどんどんやりたまえ。ごめんください。姉ちゃまたちしっかりしたからありましたな。あらやだ、あらやだ。ああ、佐太郎さん、しっかりご無沙汰しまして。おかわりありましてんな。二三日前にやっと出てきました。まあ、ずいぶんご立派におなりになったわ。どうぞ。先生、しっかりご無沙汰しました。いい子。病は治んなさったか。治るもんか。今度やっと東京へ出てくることができました。それはよかった。東京の本社に勤務することになりましたけん、これから大いに活動しますたい。世間は大変な景気ですぞ。三平君、それは外国タバコか。エジプトですたい。一本十二銭につきますぞ。そんな贅沢をする金があるのか。金は半ばってが、
このタバコバーすると世間の信用が大いに弱なりますたい。実用化は信用が大事ですばい。楽な信用だな。え、軽便信用かな。先生、株を買いなさらんか。今は儲け時だ。あんたも実業家になんなされ。俺は実業家は嫌いだ。実業家は嫌いでも金は嫌いではござんせんでしょう。いつまでも先生をしていてもつまらんですばい。先生のことを世間を見んと理屈ばかりこねていなさるけん胃が悪くなるんですたい。俺のは理屈じゃない、ここの真理を説いているんだ。そげんことはどっちでもよかばんと。今もけんやつアホですと。金はつかみ放題ゴロゴロしおるですぞ。戦争はますます拡大しおるです。見てみなされ、今に世界はぶっ壊れかえりおるですぞ。これからの世の中は学問理屈はなかとです。金を持っているやつが勝ちですたい。ほんのこつ実業家が天下を取りおるです。これからの世の中は全て金でしたい。儲けたいやつはいくらでも勝手に儲けるがいいさ。しかし先生、僕は理学協会行きますから。じゃあ失礼します。いや、僕も出家してこれは家に帰って大いに株でも買うとしようか。ほんのこつそれがよござんすたん。君、これは何だね。株でも入ってるのかね。いや、国の山芋ですたい。もうござんすぞ。先生、山芋でも食うて元気ば出しなしゃれ。In old Madrid, long years ago,盗難届を書いてるんだから、捕らえたものはさあ言え。さあ言えなんて、そんな憲兵づくって言わなくたっていいじゃありませんか。なんだその夫婦は。宿場所の出来損ないじゃありまし、帯でも締めてこい。これで悪ければ買ってください。宿場所でも何でも取られたら仕方がないじゃありませんか。帯まで取っていったのか。ひどいやつだな。どんな帯だ。どんな帯ってそんな何本もありゃしませんよ。いつも締めてる黒ジュースとチリメンの腹合わせですわ。黒ジュースとチリメンの帯だな。いくらだ。6円ぐらいでしょ。生意気に高い帯締めてるな。今度から1円5銭ぐらいのにしておけ。そんな帯ってあるもんですか。だからあんたは不人情だって言うんですよ。私なんかどんな汚い格好してたって自分さえ良ければいいんでしょ。まあいい。それから山の芋が一箱。山の芋まで持って行ったのか。煮て食うつもりか、とろろ汁にするつもりか。どうするか泥棒に聞いてみたらいいでしょ。いくらだ。山の芋の値段まで知りませんよ。じゃあ12円50銭としとこう。バカバカしい。そんな高い山の芋ってありますか。しかしお前は知らんと言ったじゃないか。知りませんけど、12円50銭なんて法外ですわ。
知らないけど十年後時点じゃ法外者なんだ。お前の言うことはまるで論理に合わん。だから貴様はおたんちんパレオロガスだってんだよ。何ですって？おたんちんパレオロガスだよ。何です、そのおたんちんパレオロガスっていうのは。何でもいい。それからあとは俺の着物は一個出てこんじゃないか。あとはどうだってよござん。おたんちんパレオロガスに意味を聞かしちょうだ。意味も何もありゃしないよ。教えてくださったっていいじゃありませんか。あなたはよっぽど私をバカにしてらっしゃるのね。人が英語を知らないと思って。そのくらいのこと知ってますよ。おたんちんっていうのは頭で、パレオルガスっていうのは早のことでしょ。バカなこと言わないで早く後を言うがいい。早く告訴せんと品物は帰らんぞ。どうせ今から告訴したって間に合いやしません。それよかおたんちんパレオルガスを教えてください。うるさい女だな。今自分で言ったんじゃないか。ならよこだ。品物の方だって後はありません。頑固なやつだ。勝手にすりゃいい。もう盗難届は書いてやらんから。私だって教えてあげません。盗難届なんか書いていただかなくたって私は困りはしませんよ。バカ野郎、勝手にしろ。あなた、学校でならなくていいんですか。バカ野郎、着物はなくて学校行けるか。さっき欠勤届を出しておいたよ。あなたにしたらバカに早い手回しね。おばさん、こんちは。おや、池江さんいらっしゃい。あんた学校は。あら、やだ。今日は事務天皇祭でお休みよ。まあ、いやだ。どうして。おじさんたらね、学校お休みだっていうのにご丁寧に欠勤届を出したんですか。相変わらず変わってんのね。おい、子供たちを何とかせんか。うるさい。どうぞ。あ、ご苦労様。どうもありがとうございます。それだけならいいんですけどね。うちの人つきたら胃が悪い悪いって言いながらジャミばっかり舐めてるんでしょ。それがね、あなたジャミだってバカになりませんよ。戦争のおかげで目の玉が出るほど高くなりましたもんね。しかしね、そこがくしゃみくんのいいところですよ。さあ、何ですか。とにかく月並みでないとかいいでしょ。月並み月並みって皆さんよくおっしゃいますけど、何のことでございます。まあ早い話が、中学生に白木屋の番頭を加えて2で割ると立派な月並みができます。そうすると月並みができるんでございますか。できますね。お帰りだな。なんだ君か。なんだ君かはないだろう。君の留守中いろいろ逸話を聞いたぜ。いや、どうせろくなこと言わんだろう。女はとかく食べんでいか。
たくらいかい。うん、なんだか僕の知らん人だ。うん、あ、そうそう、そういえばね、うん、今日ここへ大変な沈没が来ることになってるぜ。うん。はじめまして。あなたが陳のくしゃみさんですね。君の今言ったのはこの人のことかね。いや、違うよ。別の人だ。結構なお住まいですこと。おい、あれはなんだい、こ雨漏りか。板の木目かい、妙な模様がある。もう雨漏りだ。ああ、そうか。ああ、実に結構ですな。ちょっと伺いたいことがあって参ったんですが。ほう。実は私はついご近所で、向こう横丁の金屋敷ですが。ほう、あの大きな西洋館のあるうちですか。金田って表札が出てますね。実は宅が伺って話を伺うはずなんですが、会社が大変忙しいもんですから。会社って言っても一つじゃないんです、二つも三つもあるもんですから。それにどの会社も重役なんです。多分ご存知でしょうが。いや別に。君金田って人知ってるか。うん、知ってると思う。金田さんなら叔父の友達だ。君の叔父って誰だ。牧山男爵さん。おや、あなたが牧山様の何でいらっしゃいますか。まあちっとも存じませんで失礼いたしました。牧山様にはしょっちゅうお世話になるって宅でお噂もしておりまして。ええ、何確か娘の縁付きのことにつきまして牧山様にはご心配願いましたそうで。そうすか。実は方々からくれくれって申し込みはございますんですが、こちらの身分のこともございますし、めったなところが片付けられませんので。ああ、ごもっともでそれについてあなたに伺おうと思ってあがったんですが、あなたのところに水島寛月っていう男がたびたび上がるそうですが、あの男は全体どんなふうな人でしょう。寛月のことを聞いてどうするんですか。やはり何ですか、ご令嬢のご婚儀上の関係で、寛月君の性質の一般をご承知になりたいと。これわけですね。それが伺えれば大変結構でございますが。それじゃあ令嬢をぜひ寛月にやりたいと言うんですね。やりたいってんじゃないんです。他にもたくさん口がありますから、無理にもらっていただかなくたって困りゃしません。それじゃあ寛月のことなんか聞かんでもいいじゃありませんか。しかしお隠しになるわけもないでしょ。じゃあ寛月の方でぜひもらいたいと言ってるんですね。もらいたいって言ったんじゃないですけど。ああ、もらいたいだろうと思ってるんですね。けれど寛月さんだってまんざら嬉しくないこともないでしょ。うん。じゃあ寛月がなんかそんなことでもあったんですか。まあそんな見当でしょうね。ほう、すると寛月がお嬢さんにつけ踏でもしたというんですから。はあ、これは愉快だな。どうも。つけ踏どころかもっと激しいんですあんね。お二人ともご承知のことじゃありませんか。え、君知ってるか。いや、僕は知らん。知ってら君だよ。つまらんところで謙遜するなよ。うん、いいえ、お二人ともご存知のことですよ。へえ。お忘れになったんなら私から話しましょう。今年の春、向こう島の阿部博士のお屋敷で演奏会があって、寛月さんも出かけたじゃありませんか。その帰りに、東橋で何かあったでしょ。そうです。これでお分かりでしょ。東橋で？ああ。うん。ねえ。何もかも、こっちにはすっかり種が上がってるんですからね。あんまりお隠しにならない方がよござる。しかし、どうしてそれをご承知なんです。私の方だって抜かりはありませんやね。この横の車屋のおかみさんからです。ああ、車屋の。ええ、寛月さんのことじゃ随分お金を使いましたよ。寛月さんが来るたんびにどんな話をするか車屋のおかみさんに立ち聞きさせたんです。そりゃひどい。でも垣根の外に立ってんのは向こうの勝手じゃありませんか。話が聞こえて悪けりゃもっと小さな声で話すか、もっと大きな家に住んだらいいでしょ。うん。で、寛月さんも理学士なそうですが、一体どんなことをやってるんです。うん、大学院では地球の磁気の研究をやってますよ。へえ。その、なんとかを勉強すると博士になれるんでしょうか。博士にならなきゃやれないって言うんですか。
ただの学士じゃざらにありますからね。近頃もその地球のなんとかってのやってんですか。いや、最近では首ひくりの力学っていうのやってます。おやいやだ、よっぽど変人ね。そんな首ひくりみたいなものやってちゃとても博士にはなれますまいね。それは本人が首をくっちゃ難しいですかね。首ひくりの力学ならなれないことはないでしょう。そうですかね。でもなんかもっと分かりやすいものを勉強してると都合がいいんですがね。こういうのはどうです。この間寛月君がこういう歌を作ったんですがね、呼べの泊まりの十六小女郎、親がないとてありその千鳥、さよの寝覚めの千鳥に泣いた親は船乗り波の底た。どうですな。ほや素敵、なかなか話せるわね。三味乗りますわよ。三味線に乗りますか。乗りゃ本物だ。もう一つこういうのがあります。いえ、もうたくさん大抵わかりました。あ、そうですか。私の来たことは寛月さんにはどうぞご内密に願いますよ。いずれお礼はちゃんといたしますから。では失礼。なんだよあれは。どう、なんだあれは。大変な花だな。しかもね、あら、あの花猫背だよ。こうなってよ。猫背の花は奇抜だね。あれはね、19世紀で売れ残って20世紀で棚だらしになるって顔だよ。ちっ、不手やろだって。奥さんの穴が猫背だなんてやって、てめえのもっぽろすっとくてやんじゃねえか。よし、お、てめえここで待ったら、俺は奥さんにつけてきたから。奥さん、ああいうのがね、月並みの標本ですよ。こんな汚い着物を着せておくから、あんな奴にバカにされるんだ。ちゃんと名店のようなのを出しておけ。出しておけって、うちにはあれはしませんよ。名店さんに丁寧になったのは、おじさんの名前言ってからですわ。そういえば、君にそんな偉いおじさんがあったのか。それがもうそろそろ来そうなもんだわね。会えばわかるよ。頼む。来たかな、偉いおじさん。あ、おい、くしゃみくん、ちょっと。あ、これはこれは。あ、手前はこの名邸の叔父で、静岡の山木沢平門と申します。どうぞ、見知りおかれまして、今後ともよろしく。は、君、この方が、男爵とか。まあ、切れた。男爵のおじさんなんて嘘やったんだよ、本当に。あっちや、お前あそこだ。あいつらが何をよく聞いてるんだよ。私ちょっとお屋敷まで行ってくるからね。奥様、悔しいじゃございませんか。男爵のおじさんなんて嘘なんでございますよ。まあ嘘かい。どうせそんなことだろうと思ったよ。だいたいあんな奴に男爵のおじさんがあるわけじゃないやね。あの野郎、待って。てめえの面は今で焼きのタヌキみたいなくせにしあって、奥様の鼻がどうのこうのって、曲がってるの、猫背の鼻が珍しいのってやって。分かってますよ。お前たち構わないから、あそこのうちの前行って、ワイワイ騒いで勉強の邪魔しとやり。実は金田の怖さが分かったろ。ヨガストン、そいつは正式気がした。なんてもないんでしょう。お、みんな行こうで。550銭、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 550
ご覧の通り、無骨もんでございますが、私同様、引き立てを願いたいと思いまして。いいじゃないか、無骨もんの結構。どうぞよろしく。まあ、しっかりやってください。そこでじゃね、鈴木君。はい。君はアメリカが戦争をしないというのは。いや、私の考えでは絶対に戦争はしますまい。しちゃ大ちゃん、あんた損ですよ。今まで通りの立場にあった方が儲かりますわ。うん、違うね。やる。アメリカは戦争する。あなた。ウィルソンってやつは腹ができてるよ、腹が。日本の大久保なんぞとは役者が。私がこんなにバカにされてるのに構わないんですか。なんじゃね。牧山男爵なんて嘘ですってさ。そうか。大体あの奴が先生してるってことから釈疑されますわ。どうせろくな教師じゃあるめ。もっともそれは陳野が言ったわけじゃないんです。あの名帝とかヘベレケとかいう男が。奥さん。お話の途中ですけど、私その男なら少々知っておりますが。おや、鈴木さんご存知で。ええ、学校時代の同窓なんですがね。あいつその頃からひどい変わり者でしてね。でしょうとも、あいつと来たら。どうも少し。だいたい底をついたらしいね。もうよかろって。あんた、なんとかしとくなさいよ。あんな貧乏教師のくせにひげなんか生やして生意気ですわ。あら、あの人は来てるよ。あの人は寒月さんって人さ。ちょいと踏める男だな。なんて我がいいんでしょう。寒月君を目の前に置いて、君の親愛なる永遠の女性の、ご母像について論ずるのは、いささかお気の毒には存じますが。いや、構いません。早速のご賛同を得まして、しからば直ちに美学上の見地からかの偉大なる花について、論じたいと思います。題して花の美学といたします。くだらんことを言うな。いや先生面白いですよ。花高きが家に立っとからず気なるをもって立っとしとす。下世話にも花より団子と申しますれば。まあなんてずうずうしいんだろ。また花のこと言ってるよ。なんだいこの今出焼きのタヌキめ。なんだいあれ。久我の女房だ。けしからん。しかし今出焼きのタヌキとあふるってますね。実にけしからんやつだ。これを要するに私の結論は、ああいう花の産んだ娘はですな、遺伝学上の法則が示すごとく、いつ何時突然あんな花にならんとも限らんから、今のうちに諦めた方が安全かと思われるという。そうだと思う。あんな奴の娘を誰がもらうもんか。寒月君、もらっちゃいかんよ。先生方のご意向がそうなら私は諦めてもいいんですが、当人がそれを気にして病気にでもなったりしたら罪ですから。ああ、これが本当の冤罪かな。ね、そんなバカがあるか。あいつの娘ならろくなものでないに決まっている。初めて俺の家に来て俺をやり込みようとかかったやつだ。傲慢無礼なやつだ。こんな時期の大変だごめん。いくらよかったって影弁慶だろう。もっと温暖室に入ってだろう。やかましい。なんでわざわざそんな塀の人ところになんて来て。この野郎。面白い。やれ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 。バンドさんいるかに。質問のバンドさんだ。あ、こちらはカニだ。あ、カニだ。あのね、本物のカニだって言えばすぐわかる。あ、
ずい。もしもし。わからんかね。今いい。いつまでぼやぼやしてんのさ。はい、相変わらずお前はトンマだよ。もしもし。もういいから私におかしい。あとは。もしもし。もしもし。あたし。わかってるだろ。あのね、今度私芝居すんの。300円ちょう。ああうん、そんなしたことじゃないのよ。ただの芝居よ。6円と90銭。それでね、衣装を作ろうと思うんだけど、ちりめんの牧場ない7円とた。え安値、ね、高くて。安値、ね、70銭。ああ、いくら高くて。安値引け。えああ、新船よりちベラベラしたなんか切られやしないの高値40銭。高値40銭。安値実践。安値実践。大引け30銭。30銭。わかったわかった。何今、山県が8000枚で食った。もしもし。もしもし。これが一番大きなダイヤなんだ。もしもし、もしもし。今日もよく聞こえるな。何山県が、そう、山県にかぶせてリリースするって。もしもし、もしもし。もしもし。もしもし、もしもし。お嬢さん、きっと小坂声でやんなさんか。こっちだってあんたの大きなドラ声で聞こえやしないわ。しかしこっちにたは仕事の大事な話でございますばん。さだらさん、あんたって人は、つい近頃ここの地に雇われてきたくせに、少し生意気だわ。そぎゃんことはどうでもよござんすたん。今、場の気配が変わってきたところだから、後でかけなされ。失敬なこと言う人ね。そういばってんか、この電話は無駄話のために引いたんではござんせんばいた。ならよくってよ、失敬な。はつや、気をつけてお歩き。おや、お前、久しがんかなんか言ってんのね。まずかのくせに生意気だわ。すいません。もしもし。今はさながら天人も姉なき鳥のごとくにて上がらんとすれば衣もなし地にまたすねば下界なりだから三平ってやつとっても死刑なのよ。おいよお稽古が済んでからになさい。今はさながら天人も羽なき鳥のごとくにてあがる。あの越後屋さん、いつまで迷っててもキリがないから両方とも置いとくがいいわ。あら、お母様また羽織買うの？お前さんも欲しけりゃ買ったらいいじゃないか。だけどお前さんには越後屋のものは向かないだろ、渋くって。あら、やだ、私そんなにヤブじゃなくてよ。ねえ、越後屋さん。ええ、それはもうお嬢さんの好みが。要するに君頼みたいというのは、その関越という人にだね、博士論文を書くようにそれとなく進めてもらいたいんだがね。うん、つまり早く博士になって早くあの娘をもらってくれって言うんだろ。そうそう、そう君みたいに分かってくれると頼まれた僕も大いにありがたいわけだ。それを名店のように余計なチャチャを入れてせっかくの良縁をぶち壊すこともないからね。何分とも昔の良しみで頼むよ。しかしあの花は嫌いだ。言うことが尺に触る。僕は大体金持ちってやつは大嫌いだ。ああそうだろう。僕も金持ちに使われてこんなこと言うのも変だが、君、金持ちになるには三角術というものがあるからね。なんだよ、その三角術ってのは。つまり、義理を書く、人情を書く、恥を書く。これで三角になる。面白いだろ。そんな奴は大バカ野郎だ。実際ね。しかし君、とにかく頼んだよ。何事も君の口添え一つでうまくいくんだからね。じゃあもう、だいぶ遅いようだから。君、その金時計は本物かね？こんなもんでもぶら下げてなければ、世渡りができない始末さ。とにかく、頼むには頼んでいましたがね。驚きましたね。昔ながらの、いや、昔以上の愚物でね。そうでしょうとも。その上、高慢ちきと来てるんですからね。さっきも散々金持ちの悪行を言ってましたよ。困った男だの。この分じゃ寛月さんとお嬢さんとの間にどんな邪魔を入れるか分かりませんよ。まあ困りますわね、お嬢様。構いませんわ、私大して望んではしませんから。どうだかね。
あら、本当よ。あんな戸惑いしたヘチマみたいな男嫌いよ。まあ、お嬢様、そんなことしちゃってよろしいんですか。悪口言うところがくせ者ですとも。どういたしまして、はばかり様。だいたい、博士でなきゃ嫁にやらんちゅうのが愚なことですたい。ソギャンシスはもう古くなすたい。それぐらいなら、わしにくれんさった方がよかったです。失敬な。誰があんたみたいな人のとこ行くもんですか。あなた、あの横丁の変物を何とかしておくんなさいよ。このままじゃ、川口さんとの縁談だってどんなふうにされるか分かったもんじゃありませんわ。うん。どだい、あいつらは金持ちの偉さを知らないからいけないんだよ。ちっぽけな自分のうちのことより他は何にも知らねえんで、やれ成金がどうの、金持ちが卑しいの、ちゃんちゃらおかしいじゃないか。第一、あいつが教育家ならこの俺だって教育家だ。あいつのうちの隣に楽雲館という寄宿舎があるだろう。あれはこの俺が金を出して国の学生たちの教育に都合がいいようにしてやってるんだ。今に見ていろ、どういうことになるか。神さんに見つけられて叱られて、お顔に鍋べずに真っ黒けのけ、こりゃ真っ黒けのけ。あんまさん、こりゃ笛を頼りに笛吹いて、いいかい、あん隣の今津焼きのたぬきが怒ったらお前大きな声で泣くんだよ。私はすぐお屋敷に知らずに行くからね。いいね。箱根山こりゃ昔はせでこすかむでこすこりゃ今じゃねでこす汽車の窓トンネルでりゃお顔が真っ黒けのけ、お顔が真っ黒けのけ。おい、やかましいじゃねえか、静かにしたまえ。便所占領されちゃう。バカ言え。あいつらを捕まえなきゃ承知ができんな。何を言ってるんです。第一みっともないじゃありませんか。いい年をして子供相手に喧嘩なんかして。バカ野郎、喧嘩なんかするか。懲らしめてやるんだ。人のうちの女を何と殺れてるんだ。あいつらのやることはまるで馬賊だ。馬賊を捕まえて懲らしめるのは何の文句ある。
様は何だ、泥棒か。いえ、落雲館の吉瀬です。そうつけ、落雲館の吉瀬が無断で人の邸宅へ侵入などするか。でも棒が飛び込んだもんですから。なぜ棒を飛び込ませるんだ。つい飛び込んだんです。確かないやつだ。おい、早く謝っちゃうよ。そのまま入って早く逃げちゃうよ。いいから直して直して。やめろ。以後気をつけますから勘弁してない。どこの何者ともわからんやつが垣を越えて邸内に侵入するのをそうたやすく許せると思うか。でも本当に落雲館のもんです。きっとそうだな。そうです、佐藤っていうもんです。よし、おい、誰かおらんか。おい、落雲館行って校長でも社官でも何でもいいから呼んでこい。誰もおりませんでしたら小遣いでもよろしゅうございますか。バカ野郎、小遣いなんのに何にわかるか。失礼します。この者がただいま邸内へ侵入いたしましたが、本当にあなたのところの寄宿生ですか。さようです。みんな私の方のものです。こんなことのないように始終訓戒を与えてありますが、君たちはいかんやないか。それをこうやって隣に住んでおれば弾が入るぐらいはしょうがないでしょう。しかしあんまり乱暴ですからな。いや、ごもっともです。君たち、これから注意したばい。弾が入ったら表門からお断りして取らせてもらいなさい。しかし、何分にも運動はその禁ずるわけにいかんのでしてな。もちろんです。大いにやんなさい。え、これから以後いちいちお断りしますから。どうぞ。それならよろしい。そう願います。わざわざご足労でした。いや、何。どうも、すみませんでした。何がおかしいんだ。あなたったらよっぽど強く言ってやるのかと思ったら、そんならよろしい、どうもすみません、まるでこっちが謝ってるような。女なんか何がわかるか。あれでちゃんと話はついてるんだ、バカ野郎。だいぶキャッツも参ったと思うんじゃが、一つ偵察してもらえるかね。あ、承知しました。あんな頑固な奴が意気消沈しているところはきっと見物ですよ。きっと金持ちの怖さが身に染みたろう。私に行かせてください。向こうも悪いござんすが、こっちもちょっと人が悪いです。よく行って意見してきましょう。こんにちは、玉を取らせてください。こんにちは、玉を取らせてください。こんにちは、玉を取らせてください。おい、なんとかせんか。うるさくてしょうがないじゃん。すみませんよ、あんなつまらない約束なすってあなたのせいですわ。バカ野郎。おい、濡れてるけど持ってこい。頭ガンガンして止まれ。先生、どぎょんしたことですか。なんだ、君か。まあ、上がりたまえ。こんにちは、玉取らしてもらえ。ちっちゃい、ちっちゃい。おい、君はだんだんと知っとるか。
ああ、知っております。ドイツが使ってるそうですな。あれは君、国際条約で禁止されている市長千番の弾だ。こっちは、構わずらしてください。そのダメダメなのに、もっと卑怯な真似しよう。紳士、あれは誰がやってるか知っとんなさるか。もちろん、岸木星さん。いや、もっとそこがありますぞ。うん、すると社官がやらせてるのか。どうも食えないやつだと思ったよ。違いますと、小野寄宿舎は金田が金を出しとるんですぞ。そうか、元は金田がやらせておるのか。ひどいやつだ。どうりで学生のいたずらにしては毒がありすぎると思ったよ。いや、その金田ではないかもしれんです。いいですか、この私の論法に従えば、サラエボの一青年の投げた爆弾がこの小さな庭で爆発しよったんです。お分かりですか。相変わらず君の言うことは分からん。先生の頭も貧弱ですな。すなわちサラエボの爆弾が世界戦争を起こし、世界戦争が金田を成金にし、その金田が中学生にダムダム弾を使わしよったんです。この小さな庭だけの問題と思ったら間違っておりますぞ。ことは全世界の動きとつながっておりますたいな。紳士、いい加減に教師などを辞めて実業家になりまして。誰がなるもんか。俺は嫌だ。それがいきましゅんた。これからは広く世界を見ていかにゃダメですと。その大きな目がないから、アゲな人間にバカにされて、そぎゃんのぼせがあるんですたい。あほらしい。まあ、よう考えなされまし。バカな、誰があんなことぐらいでのぼせがあるもんか。こんにちは、弾を取らせてください。病気と聞いてきたんだが。ああ、ひどい神経衰弱だ。なんだ、神経衰弱か。笑うやつがあるか。気を沈めようと思って催眠術をやったり、座禅を組んだりしてみたがダメだ。あ、それはそうと、君、寛月君が博士論文を書き出したことを知ってるかね。じゃあとうとうあの娘をもらう気になったんだな。それがね、問題は、カエルの目玉の電動作用に関する紫外線の影響というんだ、で、その実験のためにカエルの目玉と同じレンズがいるというんでね、毎日ガラス玉ばかり磨いてるんだ。一体いつになったら博士になれるんだって聞いたらね、レンズを作るだけで10年ぐらいかかりますって平気で言うんだろ君。だから本当に花の娘と結婚する気があるかどうかわからんよ。そうか。あなた、ちょっと。なんだ。泥棒が来ましたよ。泥棒？いつか入ったやつが捕まって刑事に連れられてきたんです。取られた品物返しますから警察へ来てください。わざわざすみません。明日伺います。
おい君、なんだね、今しきりに泥棒にペコペコしてたぜ。ん？どういう言われだよ、ありゃ。冗談じゃないよ、あれは刑事だよ。え？偉そうに懐でしていたじゃないか。懐では君、手錠のためだよ、君。え？まあそのぐらいの気なら神経衰弱がじき治るぜ、君。おいしき、500円、500円、300円、大変ね、お嬢さんがつまんない芝居の稽古なんかするもんだからさ、本当にね。三鈴かる信濃の国の山深く、ここは木曽路の山が似て、おつゆと言える娘あり。ここで牧野君出てくんだ。うん、違うよ。君、おじいさんの役だろ。あ、そうか。ぼんやり出てくる。いいかい、もう一度やり直し。みすずかる信濃の国。先月の瀬尾橋持っといで。さ、どうぞ皆さん冷めないうちに召し上がって。お嬢さん、もう一幕で切りがつきますから、やっちゃいましょうよ。うん。やっちゃおう。うん、ね、そうやろう。じゃあ、やりましょう。みすずかる信濃の国の山深く、ここは木曽路の山が似て、おつゆと言える娘あり。三平さん、出てってよ。そんなに言わんでも、わしにも見せてくれまし。あんたみたいに田舎者が見たって分からしないわよ。普通の芝居と違うのよ。詩の芝居よ。分かんないでしょ。ほほ、難しかもんな。尊厳難しかもんなら、あんた方自分にも分からんじゃろう。ね、本当に呆れちゃうわ。あいつ身の程も知らずに私と結婚したいんですってさ。ほんなこて今にでっかいこと儲けたら、わしが嫁さんにしとりますたい。失敬なこと言うもんじゃなくてよ。怒りにさらんかってようござんした。お前に言ったんじゃないよ。お嬢様、お手紙を参っておりました。あら、手が張ってないじゃないの。ちょっと来てごらんなさいよ。まあ今まで全部ラブレターもらったけど、こんな滑稽なの初めてよ。第一、名前が滑稽じゃないの。古いブヤモンですってさ。君は、なんとかだったね。あ、古いなんとかだねえな。ブエモンです。うん、ブエモンか。4年生だね。え、3年か。いえ、5年生です。うん、5年か。高組だね。オツです。え、オツならわしの受け持ちじゃないか。そうか。君、遊びに来たのかね。え、そうじゃないんで。じゃあ何か用事かね。少しお話しようと思って。じゃあ早く話せばいいだろう。少し話しにくいんですが。構わないから話したまえ。多分はしないから。話してもいいでしょうか。ああ、いいだろう。では話しますが、実はその困ったことになっちまいまして。何が。何がって、とても困るもんだから来たんです。だからさ、
何が困るんだよ。そんなことをする考えはなかったんですが、浜田が貸せ貸せって言うもんですから。浜田に下宿代でも貸したのか。名前を貸したんです。浜田は名前を借りて何をしたんだい。そのラブレターを送ったんです。何だって。だから話しにくいんです。一体誰がラブレターなんか送ったんだね。誰だかわからないんです。でも名前だけは僕んです。君の話は一向要領えんな。で相手は一体誰だね。金田っていう向こう横丁にいる娘です。おお、あの成金の金田の娘か。あれに送ったのか。そうか、君知ってるのか。知りませんけど、あんまり生意気だからラブレターをやっちまいって浜田が変えて私の名前で出したんです。それは乱暴だな。だから最初から嫌だ嫌だって言ったんですけど、もしこれがバレたら太鼓になるでしょうか。先生、僕の親父は大変やかましい人で、それにお母さんがママ派ですから、対抗されると困っちまうんです。そうさな。大丈夫でしょうか。そうさな。ダメですか。そうさな。ご来客ですか。何、構わないよ。僕の学校の生徒だ。寛月君、この人はね、君の奥さんになる人に援助を送ったそうだ。そうですか。そいつは愉快ですね。ゆきえさん、あんた寛月さんのお茶あげてね。いや、変ね。どうして。どうしても嫌だわ。だって誰でもない寛月さんじゃありませんか。でも私嫌なんですもの。あら妙だわね。恥ずかしいことなんかないじゃありませんか。私嫌。変な人ね。持ってらっしゃいよ。知らないわ。あ、それあ、あ、大変だ。実は今夜急にある用事で田舎へ帰ろうと思いまして、しばらく先生ともお目にかかれませんから。田舎に法事でもあるのか。いや、何、くだらない用事でちょっと。じゃあ君は例の娘の出る労働会には行けないね。ええ、私もぜひ行くって富子さんと約束したんですけど。じゃあ行かんと悪いだろう。ええ、悲観してヒステリーでも起こすでしょう。先生、僕もう帰ります。さよなら。さ、これを飲みなさい。胸がスッとするよ。よく気をつけてやるんですよ。ねえお母様、寛月さん見えてなくて。まだ見えてなかったよ。そう、でももう見える自分ね。あ、もう来てるだろうね。礼を待つ。礼を待つ。こっちこっち。礼を待つ。はい。ええ、どうもです。どうもです。はい。さあ、皆さん、お寿司取りましたから召し上がってください。から、ご酒も用意しましたからね。さあ、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 あんたから遠慮しないで。さあ。早く姿、早く。おい、君、君。
早く幕を上げてくれ。ゆずちゃん困ってんだよ。君は優柔不断でいかんよ。舞台監督の権力を持ってあの娘にさっさと支度を命じたらいいじゃないか。うん、そうしよう。今ね、念のために関係者の下宿へ電話をかけたんでございますがね。あ、どうもすいません。それがね、お嬢様、ゆうべ急に国へお帰りになったんでございますって。まあ、そう。お宅には何にも知らせなかったんでございましょ。本当にお宅に知らせないなんてちょっとなんでございますわね。関田さん、衣装です。6時開幕がだいぶ遅れてんですから、急いで来てください。衣装なら私用意してあってよ。しかしこの通りできてるんですから。これは水野慶仙さんが木曽の山奥の着物をモデルにとって考案されたんです。さ、だってこれ木綿物じゃなくて、私木綿物なんかゴツゴツして嫌よ。けれどあんたの役は田舎娘の役なんですよ。だって私生まれてから木綿物なんか着たことないんですもの。ああそうですか。ああそうですか。あったな。君、そんなわがまま言わせてわずか一女性のために劇全体の気分をぶち壊したらどうするんだ。いや君、もちろんそれはそうだけど、しかし。まあ何グズグズしてるんだね。皆さんお待ちかねだよ。あの衣装着たらいいじゃないか。あ、いや、いやよ。そりゃお前、母ちゃん、私どうなんかどうやっていいんだよ。そんなこと言ってお前、それは少しすみませんが、今日のところは一つこれでどうぞお願いします。カイゼルが単独でこう申し出たというのかね。はい、これは大元になりますって。定野君、それは確かに大沢の店の電話がね。はい、間違いありませんです。向こうの話でははっきりしたことは分からんが、北浜に杉原の情報が入って今は混乱しようそうで。しかし分かりませんよ。例の大和君の思惑じゃありませんか。とにかく大阪からの電話は切らずにそのままにしておきましたから。ありがとう。そう、帰る。なりません。それで君もきれいさっぱりとその令状を諦めたわけだね。君にしてはちょっと私的でないな。どうせあんな奴の娘だ。そのぐらいのひどいことはするよ。いや、しかしこれは諦めてよかったよ。実は今月はいよいよ結婚するそうだ。あの娘とか。で、その結婚準備のために急に国に帰ったこと知ってるかい。僕はいい。寛月があんな娘と結婚なんかしてたまるか。しかし君、僕は寛月君の口から直接それを聞いたんだぜ。そうか、
そういえばこの間ここへ挨拶に来た時、そのうちに分かりますよってニヤニヤしてたが。あ、そうか。じゃあ私は寛月君と富子さんの結婚を祝う詩でも作りましょうか。それはいいね。世にもあえかなるかの君の花の下に笹がとでもするか。ごめんください。寛月君らしいね。寛月君かい。あいたまえよ。よう、いつ帰ってきたんだい。うん、君ちょっと。ご無沙汰しました。実は今朝東京へ帰ったんですが、これは先日国で結婚しました具材です。あ、そうですか。まあ、ありたまえ。奥様、大変でございます。どうしたんだ。猫が井戸に落ちたんでございます。まあ、猫が。おい、どうしたんだ。あなた、猫が井戸に落ちたんですって。お嬢様、危ない。あ、危ないから入ってらっしゃい。おい、お前、ろうそく持ってこい、ろうそく。あなた、三平さんが富子さんもらうんですさ。まさか。いいえ、行江が学校のお友達から聞いてきたんですよ。そうか。寛月さんへのプラテだって言います。それにこの間の暴落であの金田も大損したって言いますから、もういいところへやれなくなったんでしょうよ。そうかな。やあ、奥さん、こんにちは。まあ、いやだ。今、あんたの噂をしてたとこなのよ。三平さん、あんたおめでたがあるんですって。あれですか。もろくれと言いますけん、もろてやることにしましたたい。君、おめでたはいつだね。いやあ、めでたくは中です。金田のうちは潰れました。どにゃんもけがもう、しまんごさん先輩。トトロ三平、最初からやり直しですたい。そうか。やり直すか。それもよかろう。先生、あれは何ですか。猫の墓さ。ほう、あの猫は死んだんですか。うん。もったにゃことしましたな。あれはまたうまそうなやつだったのに。まあ、三平さん、あんた猫食べるの。おいやだ。先生、あれは何と書いてありますか。この下に稲妻起こる酔いあらんさ。稲妻っちゅうと。猫の目だよ。おお、なるほど、ピカピカ光りますな。猫の目ですか。